身男性のリアルな休日。はい、8月5週目の独身男の休日、よかったら最後まで見てください。6時6分、今日はめちゃくちゃ早起きしたので大濠公園にランニングしに来ました。朝6時なのに結構人が走っててびっくりしました。今は走る前の準備運動をしています。まだ日が昇っていないので結構暗めですね。はい、こんな感じで走ってます。7時45分シャワー浴びて朝食を食べます。いつものパンとヨーグルトとコーヒーです。今日も特に予定がなかったのでいつも通り YouTube 見たり TVer でドラマとか見たりしてましたね。10時30分 Apex です。いつも通り Apex をしています。はい、Apex 後は昼飯を食べます。確か前日に作った鍋にうどんを追加したやつです。この前まで冷凍食品ばっか食べてたんですけど、ちょっと飽きちゃったので最近は鍋ばっかり食べてますね。鍋っていうか煮込み料理ですね。はい、でご飯食べた後は追加ゲームと、あとぷよぷよ&テトリスってやつをずっとやってました。最近テトリスにめっちゃハマってます。12時45分エイペックスするかかなり迷ったけど、なんとなく外に出たい気分だったので本屋に行きます。だいぶ涼しくなったけど、でもやっぱり外に出るとまだ暑いですよね。で本屋で、2時間ぐらいいたかな。自己啓発本を主に見てました。はい、でその後なんかブラブラして、でちょっと疲れたのでマックを買いに行きました。サムライマック。先週もバーガーキングを食べたんですけど、今週はマックにしました。確か6日までとかだったかな。まあ今週、来週はもう食べれないと思ったので、来週の土日は食べれないと思ったのでちょっと買っとこうって思って買いに来ました。はい、はい、で帰宅してセブンで買ったミントミルクティーとジンソーダを飲みながらエイペックスをやります。この超爽快ミントミルクティー意外と美味しかったです。多分チョコミント好きな人は結構好きな方なんじゃないかなって思います。はい、でこちらがジンソーダですね。いや、これめっちゃ美味しかったな。すっきりしててすごい飲みやすかったし美味しかった。で、酒飲みながらエイペックスをまたやってました。これは夕方ですね。なんかめっちゃいい感じの光が入ってたので撮ってます。以上です。はい、で18時48分腹減ったのでさっき買ってきたサムライマックを食べます。先週と同じように赤ワインを飲みながら食べますね。いや、やっぱ言わせてください、バーガーキングの方が好きです。まあ個人差はあると思うんですけど、
やっぱり先週食べたやつと比べたらやっぱりバーガーキングの方が美味しかった。なんか肉がね、肉がやっぱ違うんだよね。そして赤ワインとの相性もやっぱりバーガーキングの方が、一番美味しいと個人的には思います。皆さんはどっち派ですか？はい、で寝るまでアマプラのラブトランジットっていうやつを見てましたね。まだ最近始まったばかりなので完結はしてないんですけど、まあ見た感想を最後に載せてるのでよかったら最後まで見てください。はい、はい、9月1日日曜日です。もう8月があっという間に終わってしまいましたね。なんか暑いのに9月ってこんなに暑かったっけっていうぐらい暑いですよね、まだ。はい、で、9時1分朝起きて朝食を食べます。はい、でご飯食べた後ウォーキングがてら買い物に行きます。朝の散歩気持ちいいです本当に。はい、で帰宅後シャワー浴びてヨーグルトを食べてます。コーヒーも飲んでます。さっき買ってきたヨーグルトですね。13時2分昼飯を食べに大丸でやってた宮崎店っていうところに来ました。いや、めちゃくちゃ人多かった、びっくりした、こんないるんだって感じで。はい、でここで辛麺発祥のお店辛麺本舗さやかの辛麺を食べました。なんか有名なのかあまり知らなかったけど、宮崎の辛麺って有名なイメージがあったんで、あ、これは食べたいなと思って行きましたね。あ、でこのめちゃくちゃ柔らかくてうまい軟骨がめっちゃうまかったです。ほろほろ、でもこれで700円ってちょっと高いなって思いつつ食べてました。ちょうど自分が来た時がちょうど空いてて、で食べ終わった後は結構並んでましたね。なのでめちゃくちゃいいタイミングで食べれました。はいはい、で帰宅後また酒飲みながらエイペックスですね。いやー、なんかどっか行こうかなーと思ったんですけど、やっぱり暑くて家に帰ってきちゃうっていう、やっぱ家が最強っていう。はい、で19時45分ちょっと夜は涼しいので前から気になってた立ち飲み屋 ST763 っていうところに来ました。ここはなんか TikTok で牡蠣を立ち飲みで出してるって珍しくて、なんか行ってみたいなと思って行きましたね。はい、でこっち側が牡蠣3つとドリンクセットで1500円、年中牡蠣が食べれるお店です。まあ牡蠣は普通に美味しかったですね。で2杯目がフランスの白ブルゴーニュ1000円、これもまあまあ美味しかったですね。で自分が来た時は一組しかいなかったんですけど、後からどんどん来て3組ぐらいいたかな。あ、これがタイのカルパッチョ820円、これがめちゃくちゃ美味しかった。はい、で今回は立ち飲み屋についてとマッチングアプリの近況報告をしたいと思います。食べながらの動画です。まずは、立ち飲み屋についてなんですけど、ここもそうなんですけど、立ち飲み屋って本当お客さんと店員がすっ
ごく仲いいから、初見さんとかって結構入りむずいですよね。なんか特に一人とかだとかなり難しいですよね。立ち飲み屋は好きなんですけどね、立ち飲み屋は好きなんですけど、あの立ち飲みのもうコモディ化してる、もう常連客と店員でも一体化してるから、なんかちょっと気まずいっていう感じがありますよね。なんかどこの立ち飲み屋も自分がやっぱこう人見知りでもあるし、なんか話しかけられない空気を出してる感覚もあるから、ちょっと気まずくなるんですよね絶対。それがねちょっと悩みでもある。本当は立ち飲みは好きなのにっていう。まあまたどっか行ってみたいと思います、他の立ち飲み屋に。はい、で、次はじゃあマッチングアプリの近況報告として、まあ今週はまあマッチングしてる人もいなかったし、メッセージのやり取りをしてる人もいなかったので、まあこうやって一人で寂しく立ち飲み屋に行って飲んでましたね。まあでも今週ちょっと日曜日のちょうどこの食べた後にマッチングして、来週ご飯行きましょうよって言って、ちょっと来週ご飯行く予定が入ってるぐらいかな。でも残念ながらペア、この前登録したペアーズではやっぱりマッチング全然しなくて、誰ともメッセージしてないですね。てかペアーズって本当人少ないですよね。なんか新しい人が入ってる感じが全くしない本当に。タップルはなんかどんどん新しい人入ってるイメージはあるんだけど、顔を載せてない人が本当に多い。顔載せてない人多すぎて全然マッチングしない、しようと思わないし、やっぱそう考えたら真剣な人ってみんなペアーズとかあとウィズとかしてたりするのかなって思ったりしますね。まあ来週そのマッチングアプリの人とご飯に行くので、まあその感想をまた来週ね、近況報告として出そうかな、言おうかなって思ってます。はい、じゃあ今回は以上、このぐらいにしておきます。で2杯飲んだ後もうその後店を出て、でイオンで買い物して帰宅して、まあ飲み足りずウイスキーロックを飲みながら動画を見てましたね。23時6分でもう寝るまでラブトランジットを見てました。まあ、どんなやつかっていうと、一度付き合ってたカップルが復縁するか、もしくは新しい恋を探すかの2択で、なんか5人5組参加して、で保管室だっけ、ホテルで生活しながらこうなんかいろいろやっていくみたいなやつですね、ざっくり言うと。まあ見てみた方が早いです。でやっぱりカップルって恋愛ってすごい難しいなってやっぱ思っちゃいますよね、これ言うの見ると。なんかこういうの見るとなんか一人でよかったなとか思いつつもね、えなんかもどかしい感じになりますよね。この出演してるカップルの中にも4年ぐらい付き合ってたっていうカップルもいるし、4ヶ月3ヶ月とかしか付き合ってないっていうカップルもいて、やっぱ長く付き合ってるのと短く付き合ってるのだとやっぱその相手に対しての思い入れみたいなのが
やっぱ違うんだなっていうのはこれ見てて思いますよね。で、別れた理由とかも本当様々で、浮気だったり価値観の違いだったり金銭感覚の違いだったり、そんなんで別れるんやみたいな、本当にそんなんで別れるんかなみたいなとか思ったり、まあ恋愛ってむずいっすよねって思いましたね、ざっくり言うと。まあでもなんか人の恋愛って見てておもろいっすよね。自分の恋愛になるとなんかあーってなるけど、まあちょっとネタバレにもなるんでこのぐらいにしときますわ。ぜひ見てみてください。アマプラに入ってる人はアマプラでしか見れないんで。はい、今週はこんな感じでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。リアルな休日、リアルな生活費も定期投稿してるのでよかったら見てください。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあまた来週。